ガールズキュービー大作戦始まりました。今回はガールズキュービーリーダーオレンジ色担当シーニャンこと楽しいながお届けします。はい、5月になったということで、最近は青空が広がったり、田んぼに水が張ったり、虫が出てきたりというなんか暖かい日が続いていますね。先週はゴールデンウィークだったんですけど、皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしましたか？ガールズキュービーは埼玉県城峰公園という山の高い場所でライブをさせていただいたり、毎月大切にしている生バンドワンマンライブモーメントインタイムをホームの那須塩原ミュージックチャージジックで行ったり、地元の西那須野や大田原の北谷さんでインストアライブに出演しました。またホームの那須塩原ミュージックチャージジックや郡山ではアイドルフェスに出演したり、ゴールデンウィーク最終日は千本松牧場にて千本松アイドル牧場というライブに出演し、ホームのミュージックチャージジックでガールズキューブウィークリーライブスペシャルを迎え、ゴールデンウィークをついにフィニッシュしました。はい、合計で10回のステージに出演させていただいたんですが、どのステージも盛り上がってすごい楽しかったです。また7日にはファンの皆さんとゴールデンウィークお疲れ様のバーベキューオフ会 QBBBQ も開催され、それもとてもいい思い出になりました。ということで、この今年もとても濃いゴールデンウィークを過ごせたなって思います。会いに来てくれたファンの皆さん、出会ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。まあ残念ながらゴールデンウィーク中お仕事だった皆さんは本当にお疲れ様でした。ということで、ここでみんなが楽しめるゴールデンウィーク中に一番盛り上がった曲聴いてください。ガールズキュービーでジャンプ。ただいまお聴きいただいた曲はガールズキュービーのオリジナル曲でジャンプでした。はい、この曲は応援ソングになっていて、自転車をイメージした歌詞や振り付けがポイントになっています。みんなでジャンプをして盛り上がれる楽しい曲になっているので、まだガールズキュービーを見たことがないよって皆さんはぜひガールズキュービーに会いに来てください。詳しいライブ情報は番組の後半でお届けします。はい、ここで皆さんに質問です。5月といえば何を思い浮かべますか？まあ、恋のぼりだったり5月病だったりあると思うんですけど、まあ、やっぱり私は青空ですかね。なんかね、やっぱりね、晴れの日が一番好きです。はい、ということでね、最近シーナはお散歩するのにハマっています。まあ、お家のお庭の周りを散策して、スイレンとかスズランのお花を見て、鳥のさえずりを聞いて、まあ、癒されています。まあ、5月ということで新しい生活が始まって、まあ、新生活に少しは慣れてきた頃なのかなって思うんですけど、皆さんどうですか？というわけで、ここでガールズキュービーの希望の曲聴いてください。フライハイ。いつかたどり着く夢の彼方へ、「
ただいまお聴きいただいた曲は、ガールズキュービーのオリジナル曲で、フライハイでした。はい、ということで、ここで5月のライブ情報をお伝えします。5月14日土曜日、ハッピーハウスショー。5月14日土曜日、ハッピーハウスショーというアイドルライブが宇都宮ビートクラブスタジオ3人で行われます。そして翌日15日日曜日、チタヤインストアライブが宇都宮竹林店さん、桜店さんで行われます。そして翌日16日月曜日は、インタイムマンデーボリューム004が宇都宮ビートクラブスタジオさんにて開催されます。このライブは、その憂鬱な月曜日を楽しみに変えちゃおうという企画になっています。ぜひ遊びに来てください。はい、その他にも毎週水曜日、ホームの那須塩原ミュージックチャージジックでガールズキュービーウィークリーライブを行っています。そして毎月1回定期生バンドワンマンライブ、モーメントインタイムがホームの那須塩原ミュージックチャーチジックで行われています。こちら今月は5月29日日曜日となっています。この2つのライブはバンドさんとコラボをして各自のソロ曲を披露するという珍しいライブになっています。アイドル好きの皆さんもライブ好きの皆さんも楽しめるイベントになっていますので、ぜひぜひ遊びに来てください。というわけでお別れの時間が来てしまいました。最後は私たちのデビュー曲でお別れになります。それでは聴いてください。ガールズキュービーのデビュー曲で、ライトエクスプレス。それではいい夢を。おやすみなさい。